わかめ石だこでかいかと思った明石初だこ。シーズン到来、明石の船たこ。カラフルなエギを海に落として、そこをトントンこづけば簡単にタコが釣れるとばかりに、船タコが満員御礼の大人気です。運が良ければ巨大なタコが釣れるかも。今回は船釣りのスペシャリスト忍姉さんに加え、この方、乗り合い船のマドンナも参戦。今シーズンを占うワイワイ明石の船タコ女子会です。今回のフィールドは明石沖、林崎漁港から出船します。小松乗り合い船はゴールデンウィーク明けから船タコを始めました。夜明け前から待ちわびたファンが列をなします。受付のまどかさんは中乗りスタッフも兼任、時には船長もするというスーパーウーマンです。女性の姿が目立つ船タコ、気軽さが大きな魅力です。さあ皆さん、船に乗り込むや仕掛けのセットを始めます。その中で密かに闘志を燃やすのが我らが忍姉さんです。忍姉さんといえば、東京湾ではその名が知れ渡る船釣りのレジェンド。さすがっす。男性がたじろぐほど豪快で、卓越した竿さばきからタチウオの女王と呼ばれています。朝5時に出航、涙が出そうになるほど綺麗な朝日を見られるのも釣り人の特権です。そして最初のポイントに到着しました。おはようございます。ガマカツテクニカルインストラクターの三井忍です。今日はですね、どこにいると言いますと、明石に来てます。で、明石といえば何、このシーズンといえばマダコですよね。私、関西のこの本場の明石でのタコ釣り経験ないんです。なので助っ人を呼んでおります。どうぞ、マドカ船長です。おはようございます。おはようございます。お客さんからもう声が出てます。釣りが大好き、乗り合い船のマドンナことマドカさん。タコ釣り歴は15年です。明石のルールであったり、釣り方であったり、エギのセレクトであったり、私初めてなんで、しっかりビシバシ構わないんで教えてください。私に明石のタコはこんなのよってこう見せてください。わかりました。まあそんな感じでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いっぱい釣りましょう。タコ釣りブームに火をつけたのがタコエギ。ゲーム感覚でカラーバリエーションが楽しめます。ルアーなんですけど、はい、前はこれは OK なんですけどね、前傘がついてる360度針がついてるのがダメなんで、ダメなんですよ。そういった場合は180度以内に収める。こういった2段3段のカンナも NG です。こんな感じでハサミでチョキンコできますんで、これだったらマドカさん使っても OK ですね。OK です。1段目を残して先を切ったら使えます。他にもルールがあるので要チェック。私は定番の黄色と、はい、ちょっと濁りとかがあったら白とかも結構いいですね。いい感じ。で、あと緑、黄色緑でいきますか。マドカさんセレクトで私も真似していくことにします。
人は定番の黄色と緑のエギをチョイス。行きましょう。2人して同じ色で。もうドラグはガチドラグでいいですよ、ね、ガチドラグでいいです。水深は6メートル。柔らかめのロッドでエギを底から離さないようトントン叩く感じで操作するとエギが踊ります。その動きに惹かれてタコが乗ってくるのです。しのぶ姉さん、タコやったことあるんですか？うん、関東もね、昔はあの手すりが主流だったんだけど、あ、一緒ですね、ここ数年でこの関西流が入ってきて、今ね、どうだろう、95% 以上はエギタコに変わっちゃった。明石と一緒ですね。昔手釣りやった。一回竿でやっちゃうと面白いんだよね。そうですよね。流行る理由はわかるし、うん、なんてことを話していると竿先に反応が。紛らわしいですね。おっ、おっと、もしかしてこれ来ちゃった。はい、イエーイ、メカブ付き。見て、立派なワカメでした。重量感とヌンヌンした感じはタコだと思った。タコに似てますよね、これ。めっちゃ最初の獲物は大きいワカメでした。実はしばらくこの難敵と戦うことになります。すごい、私、明石のタコ、私に優しいと思ったら優しくなかった。いや、ここはね、ちょっと難しいとこですわね。あー、これもワカメ。はい、タコワカメ、ほら、オンリーワカメ、オンリーワカメ。ワカメラーメンの歌歌いたくなるの。どうしよう、あかんって、しまって出そうやろ。そう、ワカメ好き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 って知らんやろ。姉さん、私は知っていますよ。お前はどこのワカメじゃ？白赤いきます。白赤、紅白でおめでたい。じゃん、はい、ここでエギを変えました。これ小突きのポイントって何かあるんですか？あまりね、潮早い時は動かさなくていいです。そんなに、まあ、勝手に暴れてくれるからねっていうことだ。そうです。でタコはこう上から落ちてくるものに反応する。ね、反応する。たまにこう上げて下ろして。お、長浦子。長浦の向こうが。おお。こっち向いて。ようやくポツポツと釣れ始めました。やったー。お、ほーら、うん、こんなサイズ。ナイスサイズ。チャンス到来。竿を振る手に力が入ります。そして姉さんに当たりが。よっしゃー、あ、ええー、いや、抜けた。抜けるやつはタコだよ。うん、タコ、うん、今のはもうタコ。ちょっと早かったのか。残念、合わせが早かったようです。ワカメかな、どっちかなって悩まなきゃよかった。おー、すぐさま三好でもヒットですが。あ、怒ってる、怒ってる、待ってこうへんって言って乗ったけど。ナイスタイヤ、待ってこうへん。もう私の中でもお父さん、小松の利合い性の仙人。おお、姉さんが命名した仙人。いつもへさきに陣取り、誘いと合わせは手釣りが一番という名人です。ちょっと乗ったけど、今乗ったけどバレた。バレた。ワシとしてよ。ワシもや。ワシも一匹釣ったから。一匹釣ってるだけやん。なんかでもタコ釣りってこうやっていろんなお客さんと話しながら、なんかこう楽しいよね。楽しいですね。あのエンジョイな感じがする。エンジョイな釣り。出港から2時間半、ここで姉さんが動きます。ちょっとさっきタコっぽいノリがあったんだけど合わせが効かなかったんで、ちょっと私硬い方のタックルに変えてみます。
海藻が多い場所でも合わせと同時に引き剥がすパワーを備えたちょっと固めのロッドに変えた忍姉さん。丁寧に底を攻めていると何やら違和感が。うわすごい。ちょっとタモタモタモ。石でした。タモタモもいる。ワカメダコ。ワカメ石ダコ。でかいかと思った。わあでかい思った。見てこの重量感。めっちゃ大ダコと思った。アカシダコ。イエーイ。アカシ初ダコ。何はともあれ嬉しい一匹目ゲットです。ところ変わればで不安だったけどやっぱりタコの海苔感とかは同じだね。不安がちょっと薄れた。見てこの気持ちのやる気が身に乗り出したから。でか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 い。この後巨大なタコとの遭遇。水ありて魚あり、魚ありて釣りあり、来た時よりも美しく魚の住める世界を。バカし沖船タコ女子会、タコの話で盛り上がります。なんか私の中でタコって、はい、そう何考えてるか分かんないんですよ。タコの気持ちきっとこうだろうな、ああだろうなって魚は出てくるんですけど、私タコってなんかだって宇宙人みたいでしょ。宇宙、まあでもねえ、なんか理論と成り立たないこといっぱい起きません？タコって起きます。なんであの仕掛けであの釣り座でなんであの人だけボコボコに釣れるとか、世界に苦しむことがいっぱいあって、やっぱ宇宙人みたいだからかなみたいな。得体の知れないタコに魅せられた方々で船タコは満席です。とその時何やら異変が。でかでかでか。船の後方で大物が上がったようです。3キロで期間はあれ写真を撮るのも中乗りスタッフの仕事。まどかさんはそんな合間に竿を出し大好きな釣りを極めてきました。さてこの巨大なタコ一体何キロあったんですか？4キロ。お見事。なんとこの方船タコは2回目だそうです。お見事。あかん、早やろ。まどかさんロッドを変えます。やどうしましたか？イギを引き上げて。まさかリール外れつけてへんかったっけ。つけてへんかったかな。あらてんぼうさん、姉さんの隣でも両肩が上がりました。いやいや、うち飛びぬかさん取ってきてください、お願いします。確かに船の後ろから釣れています。順番通りなら釣れるはずですよね。よいしょ。おお、飛び抜かされた。ほらほら抜かされたで。いやほんま抜かされてる。仙人が釣ったということは順番を完全に飛ばされてしまいました。やばい、ほんまに あかん、真剣に本音が出てるな。まどかちゃんからやばい、真剣にやる。やばい、今度は来て。焦るまどかさんを差し置き、無情にも忍ぶ姉さんがヒット。マジですか？わかめはやめて。タコー、来たー。
めん。いえ。ごめんよ。全然よろしいです。イエーイ。シンプル。作戦としては皆さんがワーム系だったんで逆を行こうと思って。エギででかいサイズ 4.55 それでアピールにしようかなっていう風に変えました。でそこにスプレータイプの集魚剤つけて一回一発イエーイ。周りの状況を観察しながら次なる一手を繰り出す、さすが忍姉さんです。サイズアップを図り、今度は塗るタイプの集魚剤を使う姉さん、一体どこで釣りを覚えたんですか？もともとが私ノリ怖がりだから。あ、そうなんですね。私もだから若い時は日焼け止めも塗らず真っ黒血気になって、背ちっちゃいからあだ名がコーヒー豆確かに言われてみれば、おっと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 、さて一人超過のないまどかさん、一体どうする？明石沖船たこ女子会、残された時間は2時間ほどになってきました。ここまで超過のないまどかさん、大胆な決断をします。一本にしましょうか。シンプルスタイルエギは2本という常識を破り、あえて1本にして勝負に出ます。スーパーシンプル、スーパーシンプル。さあどうなる？もしかしてぬーぬー、一発作戦成功もういやいや、ほんまに。それでもめげず、エギ一本で投入するまどかさん、願いを込めてしゃくります。そしてちょっと姉さん、姉さん来た。これタコやろ。ほらタコ。しかもええやん、タコあげん。イエーイもう嬉しすぎて頭ぶつけるし。やった、作戦成功。喜びの瞬間をもう一度。頭をぶつけても笑顔のまどかさん、まさにタコ釣り歴15年の執念で釣ったタコでした。一方会長だったのが三好の仙人。絶好調とかやろ。絶好調とか。おもろい。今日はタコに好かれとるやん。やっぱりね、この西の方が面白い。乗り合い線乗ってて面白い。やられてる。ちなみに小松乗り合い船では仙人ではなく妖精と呼ばれているそうです。姉さん、あ、ほらね、いっぱい釣ったらもう、もう余裕よ。これはタコで、いやいっぱい釣れば本領発揮。さすがやわ。あ、入れたか思った。びっくりしたよ。続けざまにまどかさん2匹目をゲット。次はサイズアップしたいとラスト人流しにかけます。真似しよう、サクサクと。そのポイントが前の日に爆釣したという深場、期待しましょう。船たこ女子会もいよいよクライマックス。まどかちゃん、これ大きくポイント移動してきたみたいだけど、はい、どういう状況なんですかね。あ、ちょっと深場に、あのタコを狙いに来ました。じゃあいいポイントなんだね。潮を見ながらちょっと深いところがやれる潮になったから来てくれたと。大物を狙ってワームに一工夫します。
色の違う2つのワーム。お尻部分をハサミでチョキンと切り、ご覧のように合体させてしまいました。一体どんな動きをするのか。テストもちゃんとします。他の人がやらないことをやってみるのが楽しいんですよね。いろいろしてみよう。こうなったらこうなったらいろいろしてみよう。さあ、合体ワームの効果はいかに。それタコだよ。いけるよ。タコ、ノーノータコノータコ。いやー、返答むなしく、終了を告げるアナウンスです。終了。お疲れ様でした。ありがとうございました。あんまりこうね、状況良くない時って、うん、こう楽しくなくなりがちなんだけど、まどかちゃんのおかげで今日は楽しく過ごせました。ありがとうございます。あと常連さんのおかげと明石の船タコでは、港に着く前にタコ資源を守るちょっとしたイベントをしています。じゃあタコマイレージに協力したいと思います。ありがとうございます。じゃあ合流。タコマイレージとは、 100g 以上のタコも放流してもらい、ポイントを貯めてもらおうという取り組みです。これをまた満タンにしてゴールドを目指せと目指してもらいましょう。で、忘れ物を取りに来いと。でっかいでっかいタコを。そうですね。ポイントに応じてもらえるステッカー、その色がタコ愛の深さを象徴しています。明石ではこうした取り組みもしながらタコ資源を守ってきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと忘れ物がこの海にでもきっと優しく話したので、はい、帰ってきてくれると信じて。そうですね。でもね、本当に楽しかったです、うん、本当ありがとうございました。本当にあっという間に時間が、なんかあっという間、仲良く、とても初対面とは思えない親近感。まだ、8月いっぱいでしたっけ。そうです、ね、8月いっぱいまでまだこう楽しめるということなので、はい、ぜひ明石の方おいでになって、はい、まだこ釣り楽しんでみたらいかがでしょうか。はい、ぜひお越しくださいませ。はい、それでは今日はありがとうございました。お疲れ様でした。船の上で初めましての挨拶を交わした2人。難敵ワカメに何度も襲われながらも、楽しげな笑い声が船中に響く兆候でした。タコが釣れたら温かい拍手が常連さんから起こる。関西の乗り合い船は釣りが好きというだけで、心と心が通い合うようです。Get up on your feet, this is a shakedown.